くなりました。試合結果をお知らせします。柔道第1試合場100キロ競技愛知県名鉄本郷選手対東風名鉄宇野選手の試合は愛知県名鉄本郷選手が勝ちました。試合結果をお知らせします。剣道第1試合場愛知県名鉄宇野選手が勝ちとなりました。
合の女子52キロ級広島県警察南部警察隊消防隊警察の2人選手の試合は広島県警察南部選手の勝ちです。警視庁山本選手対埼玉県警察関選手の試合は警視庁山本選手の勝ちとなり。